年金。年金、年金とは、毎年定期的、継続的に給付される金銭のことである。また、年金を保障する仕組みとして、年金制度も指す。制度の運営手法によって、公的年金と私的年金に分類される。また、個人年金は、私的年金とは別に分類する場合が多い。年金の主な給付事項は、老齢給付。 障害給付、遺族給付の三つがある。給付者は、年金者、ペンシャナーと呼ばれ、典型的には引退した高齢者を指す。年金の本質は、定期金である。カスティーラ王国の交際、風呂、ジュロとして、カルロス一世の時に大量発行された。民間人を対象とした、強制加入の年金制度は、1889年に、 世界で初めてドイツ帝国初代首相、オット・フォンビスマルクが始めた。年金の給付種類は以下の3つがある。国際労働機関 ILO128 号条約では、給付開始決定の最低条件を以下と定めている。受給者が掛け金や保険料を負担せず、拠出を条件としない、一般税収を原資とする年金を無拠出制年金という。 これに対して保険者が掛け金や保険料を負担、拒出し、その収入によって確立される年金を拒出性年金という。各国の基礎年金においては、税方式が一般的である。日本は社会保険方式である。民間保険会社や信託銀行、その他の会社や私的団体によって運営される年金においても拒出性年金が採用される。 養老保険など、各国における老年年金制度第1回部分は種類として一家に分類される。最低年金、老年給付の支給額は各国平均では平均所得の22%ほどであり、これは各国で韓国、トルコの6%からニュージーランドの40%まで幅がある。その他国によっては、 年金受給者を対象として、住居、高熱費、保険、介護、社会扶助などの補助が実施されることもある。社会的支援は、現金支給やサービスの無料化や割引料金などである。例えば、オーストリアでは、高熱費や住宅費を部分的に補助したりする。多くの国の公的年金は、一般税収を原資とする方式、ベバリッジ型と、 同志で保険料を拠出する方式、ビスマルク型、社会保険方式に分かれる。支給開始には、社会保険方式では、各国平均で20年以上の払い込みが、全額支給には平均で26年以上の払い込みが求められる。アメリカ合衆国の公的年金は、職種などにかかわらず、社会保障、ソーシャルセキュリティに一本化されている。なお、 アメリカ軍の退役軍人のためには独自の公的年金制度が整備されている、口実。社会保障は、アメリカ合衆国内で所得のある国民、永住外国人などすべての納税者が加入しており、労役所得の一定割合、2015年現在、課税上限年間所得118,500ドルまでの12.4%を、社会保障税として、所得税などとともに、 内国歳入庁、IRS に納付しなければならない、直接目的税方式なので、日本の国民年金保険料未納のような問題は、起きにくい。納付された、社会保障税は、国庫とは別会計の社会保障基金で運用、運営される。自営業者は、社会保障税を全額自己負担、日本の国民年金に相当、会社員は雇用者と接班。 日本の厚生年金に相当、税率6.2%プラス6.2%であるが、税率、年間納税上限、退職後の支給額との関係などに差はない。軍人の場合は、軍が負担する。研修、J-1 ビザなどで一時的に滞在する外国人は、国内で所得を得ても、社会保障税は除される。社会保障税は、 労益所得にのみ課税されるので、株や不動産の売買益や利子、配当所得には課税されないが、例えば、株式トレーディングを職業としている場合は課税される。個人年金は、確定拠出型の IRA、個人退職基金口座、401K、403B などが代表的であり、いずれも課税繰り延べ、拠出金額は所得から控除され、 運用益とともに実際に、口座から引き出されるまで課税されないや、運用益非課税などの税制上の優遇措置がある。反面、原則一定年齢、59歳半になるまで引き出せない、59歳半以前の生存中に引き出した場合は、引き出した額について繰り述べられていた、所得税と罰金10%が課せられる、口座間の資金の移動に制限がある。 年間拠出額の上限がある、などの制約もあるが、年間拠出額の上限が、比較的高く、2017年の401、計の50歳以上の年間拠出限度額は2万4000ドル、その分節税になることもあり、社会保障だけでは退職後の生活費を賄えない、中間層の重要な老後資金である。資金の管理及び運用に、政府は関与せず、 民間の銀行や証券会社などが開設する個人年金プログラムのもとで講座を開き、複数の投資信託や個別株式などを組み合わせて、個人の責任で運用するのが一般的である複数講座、複数金融機関か。企業年金は伝統的には従業員が在職中に拠出した年金資金をもとに企業が運用し、一定年齢に達した退職した。 従業員に就寝支給する確定給付年金が主流であるが、近年はより長生きする退職した従業員への巨額の年金支払いが GM などの巨大企業の破綻の原因となり、また労働者の就職スタイルの変化、転職を繰り返すなどで企業にとって負担額が予測可能で労働者にとってポータビリティがある確定拠出型個人年金にシフトしつつある。 連邦政府の職員などの公務員は、州ごとに公務員の年金基金がある。基金の運営は、比較的自由度が高く、カリフォルニア州のカルパースのように積極的に投資を行う基金も存在する。アメリカ国防総省では独自の年金制度を用意している。勤務中に大事故に遭遇する可能性が高い鉄道職員のために、 鉄道退職者委員会が公的な障害、遺族年金を用意しており、これには退職者年金も含まれている。アメリカ軍の退役軍人に対しては、アメリカ合衆国退役軍人省から勤務した、機関や階級に応じた額の恩給年金が支給される。また、年金の受給資格があれば退役後にも、アメリカ国防厚生管理本部が供する、軍人向けの医療保険、 トライケアに継続して加入する資格がある。パープルハート賞や全校賞、名誉除体などの勲章を受けた者には、規定に応じて年金額が加算されるが、一定以上の懲罰を受けた場合には逆に支給額が減らされることもある。また、不名誉除体の場合は、年金の受給資格を失う。日本の個人年金に似た保険会社などの民間会社が販売する。 保険料をあらかじめ払い込んだ後、毎月一定額を有期契約期間、または契約者が死亡するまで就寝受け取る、確定給付型の指摘、個人年も存在し、アニュイティ、ニューエティと呼ばれており、投資と保険の双方の特徴を兼ね備えている。アニュイティ商品の形態は様々で、保険料の支払い方法だけをとっても、以下の2種類の代表的な方法がある。また、 受給期間についてはなどがあり、さらにのように生命保険を兼ね備えているものもある。一定金額を契約期間あるいは終身受給できるので、契約者のリスクが少なく、一見安心に見えるがなどのリスクがある。一定金額の支払いを保証する見返りに、見込み投資益は低く、どちらかというと投資知識も、老後資金も乏しい階層が、一定金額の終身受給という、 見かけの絶対的な安心の目に利用することが多いと言われる。アニュイティの運営会社は、積み立てあるいは一括に関わらず、契約者から払い込まれた保険料を元にして契約者に長期間にわたって支払いをするので、形の上では契約者から借金をして、その分割返済すると見ることもできる。払い込まれた保険料に対する払い戻し率は、上期の契約期間。 生命保険の有無、契約者の年齢など様々な条件によって異なり、当然、アニュイティの運営会社にとって、リスクの低い契約ほど払い戻し率が高い傾向にある。そうじて言えば、アメリカの年金政策は、個人が自分で将来必要となる、退職資金を貯蓄する、自助努力に期待し、そのために分かりやすく、影響が大きく、 利用しやすい永続的で安定したタックスインティブ、優遇税制で、個人年金を奨励して、退職者が公的年金、社会保障に対する相対的な依存度を低く抑えようとしていると言える。例外的に退役軍人には、手厚い年金制度が用意されているのが特徴である。アメリカ合衆国大統領の年金は、閣僚の報酬額とリンクしているが、 おおむね現役時代の報酬額の半分相当である、約20万ドルとなっている。建国以来、大統領の年金制度は存在していなかったが、1958年、ハリー・エストルーマンが退職後に生活に困窮した、ことから創設された歴史がある。労働年金省が所管。社会保険方式の年金として、強制加入の定額が多基礎年金、国家年金、 ステートペンショーネと所得比例年金国家第二年金 SPS があり、これらに国庫負担はないが、週給109ポンド以下のものは加入を免除される。加えて、租税を原資とした無拠出性年金であるが存在し、これはミーンズテストにより実施され、収入に比例して減額される。さらに、障害年金として DLA や、 PIP が存在し、これは、非居室型、非民インズテスト型の公的扶助である。基礎年金制度による国民皆年金が達成され、支給額は一律定額、財源は所得比例の保険料である。人的資源省が所管、配下の中央積立基金、セントラルプロビデントファンド、c p f への個人積立方式であり、 cbf に雇用主と雇用者が共同で拠出する。その積み立てプールは医療保険と共用である。第1回部分は雇用者と雇用主が拠出する不可型の社会保険方式であり、所得比例年金だが最低額が設定されている。1948年より全国民に加入義務があり、また2割ほどの税収も投入されている。スウェーデン保険。 社会政策省が所管。不加方式の所得比例年金、年金保険と、ミーンズテストによる、補助的な最低保障年金、一般税減資の組み合わせである。最低保障年金は3年以上の居住歴が必要で、月収が18万円を超えると支給されなくなる。大韓民国では、1988年に導入され、1999年に、 国民皆年金が実現した。中華民国、台湾では、労働部労工保険局が所管。国民年金保険、ナショナル、ペンショーネと、費用者年金である、老保年金、旧制度と、労工耐久金、2004年帯が存在する。旧制度は経過措置であり、新規加入はできない。連邦労働者会商が所管。強制加入の国営年金保険と、 任意の企業年金、私的年金の3つにて構成される。国営年金は雇用主と雇用者が接班して拠出し、2015年の保険料は18.7%であり、低所得者への減額制度がある。受給開始年齢は65歳であったが、67歳に順次引き上げられる見通し。原資は保険料のほか24%ほどの国庫負担も行われている。 厚生労働省が所管。公的年金では、以下が強制加入であり、国民みな年金が達成されている。2006年、平成18年3月末現在の公的年金の加入者数。その他、以下の私的年金制度が存在し、税控除対象となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。